なんか先週末なんだけど、外出自粛に疲れたのかわかんないけど、みんな続々と外出してるみたいだよ。どうなっちゃってるのって感じだよね。ではちょっと、ツイッターの情報より、各地の外出の様子を見てみよう。まずは鎌倉。大渋滞。世田谷公園。ここもすごい人だかり。江ノ島。大にぎわい。駒沢公園。楽しそうだね。吉祥寺。大密集。どこもかしこも賑わってるみたいだね。なんか信じられないよ。これが緊急事態宣言が出された光景に思える。大丈夫、日本。この人たち、新型コロナを収束させる気あるのかな。なんで日本人って、こんなに人ごと体質でお花畑なの。自分さえ良ければどうでもいいの。今回の新型コロナの問題で、なんか人間の醜さがものすごく露呈されてるよね。マスク高額転売問題だったり、ドラッグストア店員恫喝問題、政府配布の布マスクやゆに外出自粛無視、おまけにセクキャバ高い議員などなど、欲望にまみれた人間の本性をこうも見せられると、やっぱり人間って醜い生き物だなって改めて考えさせられるよね。本当に醜くて情けない。まあでも、こんな身勝手な人間とは対照的に、ちゃんと新型コロナを収束させようと、外出自粛を頑張ってる人たちは大勢いるんだよね。でも、緊急事態宣言が出されているにもかかわらず、こんなに好き勝手に行動する人がいたら、外出自粛をしてる人たちの努力が無駄になっちゃうし、経済的打撃を覚悟の外出自粛要請さえも無駄になっちゃうんだよね。本当にそれでいいの？まあ日本の緊急事態宣言は他国のように強制力がないから、結果こんなことになっちゃうんだけどね。とにかく今回の外出しまくりの身勝手な人たちには、ちゃんと現実を直視してほしいものだよ。でも、日本政府も、頭痛いだろうな。